皆さんこんにちは、健康の時間です。今はそろそろ夏の、夏のところに入る感じで、ちょっと暑い。実際こういう暑い時でも、もし私たち自分自身は、自分は楽のところに見つけたら、例えば影でしたとか朝晩とか、そういうところで自分は好きの温度活動、あるいは心身の訓練、実際はさらに効果はいいでしょう。なぜ、もともと夏はみんなの体はすぐ正式な状態に入れやすいですから。だからそうすると運動の実績も出やすい、気持ちも楽になりやすい。だからそういうところに私たち集中、自分の容器を育てて、もし内在のことは、実際私たちの実際心臓と循環系のそういうようなの健康元気を実際集中でレベルアップ、実際は割にそういうのチャンスでしょう。さらに精神の面で生と心、実際漢方中医学は夏の方はちょうど心の神の心を鍛えるの時期です。だから練習したら、集中で訓練したら、内面でも外面でもパワー、エネルギーでもいい結果になるでしょう。